女二人映画の話さあ始まりました女二人映画の話第139回三田村千春です宇宙魔王ですこの番組ではシンガーソングライターの私たち女二人が映画についての話に語っていきます映画好きなあなたやこれから好きになるあなたも一緒に楽しくおしゃべりしましょうはい、はい、ということで先週お休みをいただきましてそうでしたね,ね急遽ということだったんですけど、うん はいい一遅れで、うん、皆さんお待たせいたたせししましたね先週あの収録が予定されてた日うん、うん、ちょっと私がなんか喋れる元気がなくてですねあ<ら>ちょっとあの送ら見送らせてもらったんですけど、うんね、先週は三田村さんもライブがあって忙しくてねバタバタって感じでしたライブ最高でしたよ。 イーありがとう。いや本当によかったもうなんか思い出しても泣けてくるぐらいです <laughs> <laughs> いやもうなんかねやっぱこの番組で、うん、ね、そのコロナありで結婚あり出産ありそうねで、そのライブが延期になってる家庭もまこう毎週ね毎週のように。はい 聞いたりしてるして,てだから本当に何かこう,もう家族みたいな感じで <laughs> そうだよ、ね、聞いてたっていうかそう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 だからいろんなそのまあもちろん見えないところはもちろんたくさんあると思いますけど、うん、なんかこう自分の中でも想像してた三田村さんの何ん,んですか心情とか生活とかうん、うん、でやっぱ自分ともあの重なるとこもあるじゃないですか、うん、仕事的にもとか。うん っていうことを考えると、うん、いやなんか本当にいろいろありましたねっていう感じでよくここまで <laughs> よくここまで帰ってきてくれましたみたいな気持ちで、うん、ありがとうもうお母さんじゃん <laughs> お母さん、ね、頑張ったねっ,って頑張った中村さんと思って、うん、だから全然もうそのブランクを感じさせないステージだったんで、うん、なおさらねなんかよくここまで ちゃんと戻っってててきてくれたなっていうその妊娠中にやった同じ場所でねやった弾き語りのライブがはいはい、はい、ね,だね結構ボロボロであれも見てくれてたからそうあ<う>あれもあるよね確かにねあの時もまあボロボロっていう感じは全然見てる方はしなかったですけど確かにそのこの間のライブと比べるとやっぱりそのね、うん、調子の体調がね <laughs> そう,そう,そうそう。もろに出ちゃったりとかっていう場面もね、うん あったりしてたからね。うん、そういう意味でもなんかねえ、なんかコロ,コロナ禍のこともいろいろ思い出したし。うん、そうですよ。ね<え>、すごい楽しかったですね。でも、うん、久々のライブは。本当、なんか三田村さんがすごい楽しそうだなと思って。うん、<laughs> 楽しかったですね。だから三田村さんやっぱステージで生きる人なんだなと思ったんですよね。うん、あら。 うん、ありがたい嬉しいその曲作ること苦手意識とかっていう話もあったじゃないですか MC、うん、の中でうん、うん、だからんだろう三田村さんやっぱステージに出てきて歌ってるところが一番輝いてるまあそこしか見ることがないからあれですけどうん、うん、なんかそういう人なんだなっていうのをなんか感じたあー嬉しいですね、うん、なんかねこもってて制作してる時の、うん そのなんて言うんだろう窮屈さを,のを含めステージが一番楽しいっていう感じが、うん、なんかすごい感じましたありがとうございます、うんうん、なんかそれをね改めて自分でも実感した日でしたね,そう,ね、うん、そうそうそう,そう楽しすぎて当日のリハでちょっと歌いすぎて。 あらそうだったんですね。そうそうちょっとねスタミナギラギレにああそうかそうなりそうにありますね。そうそうリハで使い果たしちゃうっていうのね。ねバンドだと特にね確かにねあの頑張頑張んなきゃみたいな張り切っちゃうから他の人のチェックもあるしそうそうそうそれに合わせてとかねあそうねうんメンバーの皆さんもすごい楽しそうでいや本当にいいみんな い,<え>いいメンバーでいいバーー何回もね延期延期ってなっちゃったんですけど、うん、逆に良かったんじゃないみたいな感じこう慰めてくれたりとか、ね、ライブハウスもこう声出し OK みたいなあそうですよねそうそうなってきていく、まあ、ちょうどね、うん、今だったからね声出しができたしねみたいなこととかうん、うん、確かにうんあったりとかね。うん、あのリズム帯の 女性陣うん,、うん、さんと中村祥子ちゃん、うん、す,すごいロックでかっこよかったなんかロックでとか言うとチープ,ーチープだけど今時なんかやっぱなんかパンチのある演奏っていうか、うん、なんかそういう人をねなんか間近で見るってうんまあバンドライブハウスで見ることが減っちゃったっていうのもあるかもしれないけどパンチあるなと思ってあの距離で見れたのもすごい良かった。ううん、そっかそっかかうん ね、あの二人は、まあ、あの二人自体がすごいいろんな現場で一緒でだし仲良しだからリズム対はねすごくそういうのも大事だからね、うんその二人のグループもすごい良かったですねうん良、うん、かったです、うん、あれですかじゃあ一、はい、安心って感じそうですね、うん、そう今日がだから配信が3月2日だから昨日まででアーカイブも終わりはい そうです、ね、ひ,とひと段落ついて、うん、まあ確定申告頑張ろうかな、ね、<laughs> そうだったそうなんだよそうなんですよそうなんだよね,ね<ー>こっからなんだよね,ねこっからなんだよね <laughs> うん今年は1か月先延ばしとかないですよね多分ねうーん聞いてない聞いたことない、ね、うんはいわかりました頑張ります <laughs> はい 頑張りましょう。マ、うん、あちゃんは最近はどうですか私はもう制作で頑張ってるなんかでもまあちょっと停滞中です、ね、なんかこう、うん、曲がある程度なんとなく出揃ってきてあと何曲かって感じなんですけど、うん、なんか12曲も作ったことを そんんなないじゃんと思ってあか一気にってことね。でフルアルバムって2枚ぐらいしか出したことないんで、うん、本当になんか2枚目に関しては特に本当とつらかった記憶があって<ー>でだから曲をどういう曲で構成していくかっていうところがちょっと見えづらくなってきたっていうか。 うん、バ,ラバランスがある程度もあ<ー>今ある曲で取れてんなみたいになってくると<ー>追加して何どんなやつでそうなんですよねなんかアルバム全体で考えるしかないのでそのアルバム全体出せるありがたい状況があるから、うん、それ をね、なんかこう作品としてまとまったものにしないといけないからそうね、うん、バランスを見てそうなんですよねそうだねうじゃあこうどういう方向性に今までちょっと見えてたけどまたちょっと迷い始めたっていうかうん、うん、あ本当。うんえあれなのその大体コンセプトみたいなのあるのアルバムコンセプトみたいな、うん、これまでミニだとミニアルバムだとそういうの作りやすかったんですけど、うん、フルだと なんかそのコンセプトで全部乗り切るのは結構厳しいなってなってもっともう一個外側のレイヤーにな,るなってくる感じがして、うん、もうちょっとね抽象的なというか包み込むものの方がいいよね。ね、うん、もうちょっと大きい概念になってく気がするから、うん、なんかそこをどこに設定するかがちょっと決めきら切れてないみたいな感じなんですけど。 までもレコーディングがそうこうしてるうちに始まるので<ー>それをやりながらちょっと最終的な終着地を決めるっていう何かもうやりながらって感じのいや非常にギリギリな感じなんですけど私もなんかいつもそんな感じで、うん、全然あ、そうですかもうレコーディングなんて全然始まってから始まってるのにまだ、うん。うんうん 曲できてないみたいなでその<ー>もう最後の曲をレコーディングする二日前に曲できるとか、うんうん、はいはいはいあちょっと今のですごい安心した <laughs> 今,今のでちょっともうメンバーも決まってるけど、うん、まだ曲できてないみたいなそうねまずはだから関わる人たちのスケジュールを抑えるっていうところで、うん、ひといやそこが、ね、仕事だからね、うん、パズルだからねねあとは自分が 自分だけっていう状態まで持ってこれればね。そうね。うん、楽しみにしてます頑。頑張ります。うん。うん、またちょっと進捗をね、ねこの番組でお伝えして聞けるということで、うん、いはい。じゃあ今日はちょっとメールもねたくさんいただいてるので、そうなんですよね。行きましょうか。はい。女二人映画の話。 一つの作品を二週にわたって取り上げて語っていきます。今週の作品はパクチャヌク監督別れる決心。 ボーイお嬢さんのパク・チャヌク監督が殺人事件を追う刑事とその容疑者である被害者の妻が対峙しながらも惹かれ合う姿を描いたサスペンスドラマ男性が山頂から転落死する事件が発生事故ではなく殺人の可能性が高いと考える刑事ヘジュンは被害者の妻であるミステリアスな女性それを疑うが彼女にはアリバイがあった 取り調べを進めるうちにいつしかヘジュンはソレに惹かれ、それもまたヘジュンに特別な感情を抱くように。やがて捜査の糸口が見つかり、事件は解決したかに見えたが、点点点。殺人の追憶のパク・ヘイルがヘジュン。ラストコーションのタン・ウェイがソレを演じ、新幹線半島ファイナルステージのイ・ジョンヒョン。コインロッカーの女のコ・ギョンピョが共演。2022年第75回第1回。 第75回カンヌ国際映画祭で監督賞を受賞2 0 2二年制作、はい、韓国あそうなんだカンヌ撮ってるんですねうん,うんねえれる決心はいあの今回結構ねあの事前に告知してたっていうのとそうねツイッターでくれたっていうのもねあってそうそう,そう書いてたんでね、うん、メールを たたくさんんいただいだてるんでで前半半と後半でちょっと分けてれれ、はい、今週と来週でね、うん、分けていきましょうはーいじゃあまずココペリさんでいいのかなはいえー、三田村さん宇宙さんこんばんワニこんばんワニ <laughs> <laughs> ワニの絵文字がついてますね愛<ニ>かわいいですねはい。はい ココベリと申します。いつも楽しく拝聴してます。恥ずかしがり屋で聞くだけのステルスファンですが、勇気を振り絞ってメールします。笑い。この映画、いい意味で不思議な映画でした。それとこれ、絶対の話だろうなぁと。うん、ミステリー映画かなと思ったら、一部ですでに真相が明かされてしまうし、二部ではまた新たな事件が。恋愛、かっこというよりは不倫ですかねの映画かなと思ったら、2人は劇中。 はいはいはいちょっとなんかネタバレかなうんうんうんミステリーと恋の話が絶妙なバランスで保たれている映画でしたそれと映画のタイトルから登場人物の名前セリフなど捨てる部分がなく設計されているようでびっくりしますねあ例えば名前からすると「ヘジュンの「ヘ」は「海」「ソレ」は最初は「西から来た」との意味であ「西から来るでソレ」 にしようと思ったけど途中で同じ発音の別の漢字に変更されているらしいです、うん、アンジョンアンのアンジョンは安定それぞれ韓国での漢字の読み方を考えると伏線とも言えますねへー、うん、これは韓国カルチャーに詳しい人じゃないと分かんないですねうん、うん、外国の映画ってやっぱり意味が分からない分楽しみ方が減ってしまいますね考えてみると洋画を見るときもすごい損しているかもしれませんこれはよく私も思いますねうんうん、うん 長く書いてしまいましたがまだまだ寒い日々が続いてますねお二人も体調に気をつけてくださいということでいただきましたありがとうございます,いますなるほどね名前に秘密がねうん、うん、いや確かになこれだけ緻密にいろんなものを張り巡らしてる映画だったら、うん、一個一個の名前もすごく意味がありそうですねそうね,ね これは一回もこう映画の中で研究されないから確かにね知らないと知らないよね、うん、パンフレットとかにも書かれてないし、うん、そうそうそうねうんこういう情報があるとすごい嬉しいですありがとうございます、うん、ありがとうございますじゃあもう一ついきますかいはい野放、えー、しネームよかさんいつもありがとうございますありがとうございます 映画館ででで予告を見見てたたので期待ありで見に行きまし138分上映時間ですが「え終わり?」と思いました。早く感じたのと「これで終わりか?」って物足りなさもありました。うんうん、物の使い方「スマホやスマートウォッチ」「服の色」「言葉」「それが中国出身で韓国がうまくない」え「ー、撮影技法」「前半の張り込み中に介護しているそれの近くにヘジュンがいたり」などもあって「今のは?」と考えたりしながら見てました。 恋愛とあサスペンスと恋愛の両方の要素があって私はサスペンス目線で見てしまったのでの物足りなさで見終わったのかなとやはり題名通り恋愛要素が、えー、主となっているのか恋愛映画と思って見てたら同じ映画でも見方が違って見終わった時の感想も違ったかもしれなかったですということでいただきましたうん,うんそうねこれ<う>あのそうタイトルは、うん 別れる決心っていうのはちょっとね、うんうん、なんかこれなんかいろんなその批評感想みたいなとこでもちょっと見たときに言ってる人いたんですけどなんかタイトルがあんまりよくないそうですか気がしてそのなんかあの見たのは英代が「DecisionToLeave」。 あだからあ、うん、そのリーブって去るとか、うん、あのそうリーブ出発するとか立つとかだから、うん、その別れるんじゃなくて去る決心、うんうん の方が正しいんじゃないかとかとあーなるほどねまあ確かになあとか私はもうそれは思ったんですけど、うん、日本語に直した時にね、うん、ニュアンスがどっちなんだろうっていうね、うんうん、そうそうそう別れるって言葉だとやっぱりどうしても付き合うとか別れるとかっていう、うんうん、男女の話というか、ね、そうそう恋愛の話というか、ね。になるから。うんから なるほどね。うんうん、でもその、まあ、映画とど,どれだけその整合性っていうかその、うん、があるかどうかっていうのとは別に「別れる決心」という言葉はすごくいい言葉だなと思ったそのタイトルというよりかは言葉としてなんてなんかこう湿った 情緒のある言葉なんだろうと思って、あの <laughs> フォークな感じがする、ね。そう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 ,そう <laughs> なんかこれはタイトルからいろいろ想像しちゃう感じはあるなとうんうん、うん。そうね。すごい、うん、めっちゃ面白そうなタイトルではある。そう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 、うん、そうなんですよ。だからちょっとミスリードなんじゃないかなっていうのはちょっと思ったかなっていう。うんうんうん まあそうだからちょっと複雑な映画なんでどういう受け取り方するかで、うん、まあねえ、うん、なんか何がこうどういうヒントになってるか人によって受け取り方がこう違うようなそうだね気もしたりしますね,ねはいはいはい、うん、はいメールありがとうございます残りは来週ご紹介しますはい 2> 女二人の推しポイント この映画の推しポイントをお互いにプレゼンしようというコーナーです今日は真央ちゃんからお願いしますはい私はえっ、ー、と死者でね、1回目に行かせてもらって、うん、で、その後に、えー、2回目を見て自分でお金払って行ってきたんですが、うんまあ、それを2回見たところで感じたことをはいはい、言っていきたいと思いますうん。 宇宙モテ教師ポイントその1ただただ愛についてのシンプルでピュアなラブストーリーだなと思いましたうん,うんうんこれはやっぱねなんか本当に愛についての話だなと思ったんですよね、うん、で、まあ、愛の描き方ってその昔スピッツの草野正宗さんが言ったとされる ある,ある言葉をずっと私はいつも音楽作る時に考えてるんですけど「うん、愛してる」という言葉を言うのは簡単なんだけど「愛してる」というメロディーを作るのは難しいみたいな言葉を言っててへ、うん、えー、なんか深そう深そう深 <laughs> そうって深いじゃなくて皮肉じゃなくて,皮肉じゃなくてちょっと真意を <laughs> ね <laughs>、うん、そうだからそうねそうあのー 深そうじゃないですか <laughs> なんかいろんな意味がありそうな感じがするじゃないですか。だから愛してるっていうことを伝えるために人はど,どんなことをするかとか人は何どんな手を使うかとかどういう表現をするのかそうねっていうことが確かに、ね、この映画ではもういろんな方法を使われてるなと思って、うん、もう。 ただ,ただ相手のことが気になって仕方ない相手,のこと相手に恋焦がれているっていう描写をいろんな手を使って描いてきてでそのまあ2人が置かれている状況容疑者と被疑者であるとかあのお互い既婚者であるとか、うん、なんかそういう状況だったりとかそういうものが絡まってきて複雑に それがその物語のその愛の表現の中に絡んでくる事情にもなってくるんだけどでも本当に何かそこの向かう先には相手に対する気持ちをどう伝えるかもしくはそれがどのようににじみ出てしまうかとかどういう言葉で表現されてしまうのかとか。うんうん どういうい行動で相手に分かってしまうのかとかかとなんかそういうことが一個一個丁寧に描かれてるなっていうのがとても面白い映画だなと思ったんですね。うん、でだから「別れる決心」っていうこの言葉の何というかそのバスへのスナック感みたいなのもありながらも <laughs>、うん、一切濡れ場的なものがないんですよね。うんうん、そこれまでの韓国映画だったら ただったりアジア映画とかにありがちなこう大胆な性愛シーンみたいなものはなく、うんうん、まあそれを期待していかれる方もいるかもしれませんけれども、それはし,しかもお嬢さん、うんうん、っていう,う、ね、お嬢さんはね前作はすごいよね。ねよねそうなのよ。そう、うん、だからもうあれはなんていうかそのセックス暴力みたいなものが。うん お嬢さんもそうだしオールドボーイとかもそうだったから、うん、私が見た範囲で言うとだ、うん、かそういうものかと思いきやもうこれは本当になんかもっとピュアなところにある部分の話だなっていう、うん、そ,その性愛を使わない部分での愛みたいな,うん,、うん、なんかそういう何て言うんですかね なんかそういう味わいだったんだよななんかこういう表現、うん、今はうまくできませんけれどもなんとも味わい深い映画だなと思いましたう,、ね、うん。なんかそれって多分ね2回目見,見たからこそそうだと思うそのシンプルさをすごく感じるんだと思うんですよね最初はね設定の複雑さとか、うん、物語のなんかそのそれこそミスリードじゃないけど、うん なんかこういうことが起こるんじゃないかとかこういう話なんじゃないかとか、うん、そういう想像にちょっと気を取られて見えない部分もあるかもしれないそうなんですよだからね、うん、私は1回しか見れてないんでいや絶対これ2回目見たら全然変わるよな印象がっていうのはすごい思ってるうか,、うん、からまあ1回しか見てない私と2回見てちょっとこう俯瞰で見れてる真央ちゃん、うん とのその対比も今日今日というか今週、うん、来週はね楽しんでもらえるかなと思いますね。すねうん、なのでなんかそういう風うに感じつつ、うん、私で見行ってもいいですか。はいお願いします。三田村千春的推しポイントその一もう情報量がすごい多い監督でした。ああ確かに一回目そう思ったかも。そう。 ねさっきあのよかさんのメールにも,にもあったけどその、うん、演出方法がすごい変わってるじゃないですかいるはずない人がそこにいたりとかうん、うん、そうそう望遠鏡あ双眼鏡で見てたところに自分がい,いるような感じになってるとかんかそういうのがあるから、うん、なんかどこが現実でどこが。 うん、想像なんだろうとかもあるし時制もちょっと前後したりもするかなっていうところもあるし結構複雑だったりそのさっきのねあのメールにもあったけど名前にも意味があったりとかするようにもう画面の多分全て にすすごい情報があると思うんですよ、うん、こ,れこのパク・チャヌク監督は、うんいや。だからやっぱり1回じゃ追えないなっていうところがすごくあるので,、うん、でだからこそ何かねこれもあの他のサイトとかで見たのは、うん、だからこそ吹き替えで2回目見るのがいいんじゃないかみたいなことを言ってる人もいた。その情報を が多いから<ー>字幕を見るよりもうん、うん、その画面を見たいとかあんまりね吹き替えで普段見ないけどそうねなんかそういう方法もあんのかなみたいなそうだからあとその一回しか見てないことの弊害つながりで言うと、うんうん、弊害というか一回しか見ないと、はい 最初の事件がまあ終わって、はい、また次の事件が始まるんだけどそう思ってないが大体ミステリーとかサスペンスってん1その一個の事件で<ー>終わるじゃないですか1個の事件が始まって解決して終わるじゃないですか。っていう頭で見てるから 2>, そうだ2個目が始まった時にあこれは。うん おまけみたいなやつなのかなって思って、うん、もう終わるだろうなぁ終わるだろうなぁいつ終わるんだろう、うん、出てこまらないなぁっていう感じになっちゃったのうんだからそう,そう物語の作り方がちょっと他で見たことがない流れなんですよねそうそうそう、うん、だからそれでなんか 逆に長く感じるっていうなんかもう終わるかなと思ってからが、うんかね、まだ倍ぐらいあったから別になんかつまんないから長く感じたとかじゃないんだけどうん、うん、予想よりど<う>こまでいくんだろうっていう,っっていうそうそうそう、うん、っていうのがあってまあそういうのも含めて、うん、情報量がすごく多いし展開も結構早いので。うん 心しうん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 確かにお嬢さんなんかも真ん中であるネタバレがありますもんね、うん、あーそうだったっけちょっとあんまり覚えてないわそ,そこで結構私は衝撃受けてそうかそうかそうかそこから全く真逆の視点で物語が始まってくああんかそうだったかもうん、うん、同じ場面なんだけど違う視点でっていうそうそうそううん っていう、だからこの人はよく「三幕構成とかってよくね、うん、映画語る人言ったりするけど、はい、なんかこれは2つだなと思って<ー>この人二2つだなと思ったんだよね。そうねだからそういう風に思って見るのとまた違うよね。うん、そうね細かーくいろんな気配ってんなーっていう映画なんでどこ押すかなっていうのは難しいんですが。うんうん うんとまあちょっと入り口の辺の辺話をし,たいしますはいはい宇宙もお手起しポイントその2現代的ガジェットの使い方が面白いけどやっぱそれも愛の表現うんなんかそのまあ皆さん言ってると思うんですけどスマホの使い方、うん、とかうん 写真っていうものを使ってること。あとは、スマホ写真え、取り調べ室のカメラ。あ<ー>あとは、二人で二人で聞,く人で聞くというか、それぞれが使うボイスメモ。はいはいはい、はいで。ボイスメモを聞くときに、二人でブルートゥスイヤホン分け合うああ。 ああとあれは翻訳翻訳の機械ね中国語を韓国語にする、うん、あとは GPS とかですかね、うん、なんかそのあらゆる機器たちがこういう使い方すんだっていう、うん、こういう登場の仕方ってあるんだな映画にって思いますね。 思いんかその例えば、まあ、スマホとか皆さん言ってるところだから改めて私が言うことはないんですけどそのブルートゥースイヤホンが映画に出てくることってあんまないなとかって思って、うん、なんか、まあ、ちょっと前の映画だったらね有線のイヤホンを2人で分け合って聞くシーンとかあったんですけど。うんうん あそれが今 Bluetooth なんだなだからちょっとやっぱ2人は距離が離れてても平気なんだよなって思ったりとかしてうん、うん、でしかもそのイヤホン分け合うっていうそのなんかベタすぎる演出、うん、もうやっちゃうところが本当にただただ恋してる2人の表現って感じでなんかそこも。 なんだかこう妖艶な雰囲気がありつつもすごくピュアな感じがする大人のね、うん、大人の雰囲気が出ちゃうんだなっていう、うんうん、のでだからなんかこういろんな時代が変わっていろんなガジェットが出てきていろんな機械が出てきていろんなものをみんな扱いますけれどもなんかそれを駆使してやっぱりなんかこう人は人を求めるんだなみたいな。 実はやっぱすごい気持ちの部分のシンプルなものがこう浮き上がってきてっていうのがをすごい感じたりしましたね。でだからその、うん、いやちょっと話が複雑になってきただからあとは写真とかその映像とかの使い方とあとは見るっていう行為うん、うん、その平潤刑事の方は。 なんかえー、と目薬ささないとよく見えないんですよねしょっちゅう目薬さすんですけど、うん、なんかだからそこの不確定さとカメラとか写真とかの確実さとか,なんかそういうものの対比とかがなんかあんのかなとか思ったりだからそういうものをこういっぱい出してくるんで、まあ、情報量が多い感じには見えるんだけど。うん、うん っていうなんか、そういう機械の使い方とかがすごく面白かったなと思いました。そうですね。うんうん。そう。使い方もそうだし、なんか映し方っていうか映し方ね。それもね。そう。あのだから。あと可愛いのが貨物だから可愛いな。この2人みたいなとこがすごい。いっぱいあって、あのメッセージのやり取りをするところであの。 メッセージショートメッセージとかやり取りする時に相手が打ち込んでる間ってなんかこう吹き出しが「点々点」のマークが出てくるじゃないですか。うん、そうそう打ってますよって。うん、ねそうあれでなんかこっちが返信しようってしたら向こうから帰ってきちゃって向こうが「点々点々ってなっててそれを待ってるみたいな感じの時間の使い方とかなんかそのそのメッセージのやり取りの最初がなんか。 起きてますかみたいな、<laughs> なんかそういうライ, <laughs>、うん、ラインの送り方みたいなのがあったりとか、なんかすごく恋し始めた人たちの仕草じゃんって、そうだね、うんうん、なんか可愛いみたいな、うんうん、起きてることは殺人事件なんだけど、<laughs> うん、なんかやってることが可愛いみたいな、なんかそのアンバランスさがすごいね、魅力だなと思いました。確かに、うん はい、なんかそのつながりなのかわかんないけど、はい、で、うん、いきますねはい私も、えー、三田村千春的推しポイントその2ユーモアセンスもいい感じにありましたなんか笑いますよね笑ったけどそう、うん、そのさっきのね真央ちゃん言ってたそういうピュアなもう,、うん、もういい大人なんだけどピュアな可愛さがあるっていうところも一個そのクスっといけるところだし、うん うん、なんかそういうねユーモアも散りばめられてて、うん、あの後輩刑事みたいな人も含めてね、うんうん、結構お払われるところがあったりとか、うん、寿司寿司とかね寿司ね寿司ねおも、うん、かった、うん、韓国だとあれぐらいの寿司はいくらするんだろうってなんか全然関係ないこと考えたりとか,か、うん、韓国でも寿司って高級なんだとかね,ね でも確かに美味しそうだなとか思ったけど、うん、笑えるところがねたくさんあったので、うん、そのなんかこう緊張感ある感じ、うん、か緊張感とあとそのなんか妖艶な感じの中にある笑える部分みたいなところ、うん、なんかその,そのバランスもあんまり今までっていうか他の監督でないような雰囲気なので。 うん、なんか独特だなーっ、うん、そうてすね、うんうん、だからそういうのも恋してる人たちの滑稽さみたいな自分のあ確かに、うん他が見えてない感じっていうね。でまあだからその,あの自分を見失っていくことがもうそれが愛なんだっていう,、うん、いうところもあるからそういうメッセージもあると思うから。うん なんかそこがやっぱ人から見るとちょっと面白い部分だったりとか、うんうん、するっていうねまあなのでぜひ 1>,、うん、1回だけじゃなくてね、はい、2>, 2回3回と絶対印象が、うん、うん変わっていくと思うので、うん、この絵が特にね、うんはい、そうしてください。はい はい、<laughs> えー、女二人の推しポイントでした今週は前編ということでここまでです、はいえー、後編は来週配信したいと思います、うん この番組はポッドキャストと YouTube で聞けます。お好きな聞き方でどうぞ。YouTube の方はコメントやチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。Twitter、Instagram、アカウントフォローをお願いします。えー、感想やご意見はハッシュタグ2人の話をつけてぜひ、どうしどしつぶやいてください。そして、この本編と合わせてさらにしゃべり足りないこと、女2人映画裏の話としてしゃべっています。こちらは女2人映画裏の話のノートにて音声配信中ですので、一、えー、つ100円で購入して聞いてください。 えっと今週はですねフリートーク会ということで、うん、今まで避けてきたけどこれからやってみたいことっていうテーマで、うん、ありそうで、はい、なさそうでありそうな、うん、テーマをしゃべってます <laughs> そうですね<て>だいぶ脱線してますが、はい、そうですねはいはい、はい、じゃあ告知真央ちゃんありますかはいえー、っとですね えと私、ザスキッチンっていうね、まあ、三田村さんも一緒にやったことある、うん、あの出てもらったことあるんですけど、より、うん、初心者が勘で料理する、なんか一やってるんですけれども、<laughs> はいはい、それのね、こう、リアルザスキッチンみたいな感じで、うん、あのお客さんの前でやるっていうイベント<ー>すごい。 去年ちょっとやってみたんですけど、うん、今年もちょっとやろうということで、うん、4月9日に予定してます、うん、場所は新大田クロッシングですので、うん、ぜひ遊びに来てくださいはいライブもありますか、はい、そうですねライブもやります、うん、はい、えー、私三田村千春は4月そう4月ねライブが決まってるんですけど、うん、まだ言っていいか分かんないのでちょっとやめときますがあそうなんですねはいよろしくお願いしますあと、はい そうあのワンマンライブで発表したんですけど10月に10周年記念のワンマンライブをやることになりましたのでだまた詳細はこちらも追ってね、うん、いろいろポロポロとだ出していきますので10月楽しみにしてください。はいはい、ということで来週も木曜日夜る8時の配信ですぜひ聞いてくださいここまでのお相手は三田村千春と宇宙萌でしたさよならさよなら来週も聞いてね聞いてね